新緑の美しい季節、阿蘇市では各地でさまざまな花が美しく咲き誇ります。毎年5月から6月上旬にかけて阿蘇の花暦と題してさまざまなイベントが開催されていましたが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のためイベントは中止ですが、花々は今年も美しく彩り、私たちの目を楽しませてくれます。阿蘇市一宮町宮地の潜水橋では、およそ5万本のミヤマキリシマが5月上旬から中旬にかけて辺り一面をピンク色に染めます。ミヤマキリシマは九州の火山地だけに咲くツツジ科の花で、火山の噴気、強い風当たり、寒冷な気候などによって生育が抑えられ、きちんと剪定されたように整った形で群生しています。潜水橋は仙人も酔うほど美しいと名付けられた通り、美しく広がる宮間霧島と眼下に広がる阿蘇谷の眺望を楽しむことができます。